こんにちは、青木里奈です。夢タウン久留米のお買い得情報をお送りする週刊夢くるプレス。皆さん、バレンタインが近づいてきましたね。チョコレートの準備はできましたか？夢タウン久留米も様々なショップでバレンタインアイテムを展開していますよ。そこで今回のテーマはバレンタイン特集。チョコレート選びにお困りの方は必見ですよ。それでは週刊夢くるプレススタートです。週刊夢くるプレス、バレンタイン特集。まずはこちらのお店、1階富士屋です。富士屋は季節のケーキやギフト商品のスイーツ、お子様に人気のお祝いケーキ、キャラデコなどが楽しめるテコちゃんでおなじみの人気洋菓子店です。富士屋からご紹介するバレンタインアイテムはこちらのミルキートリュフです。毎年好評のミルキートリュフがより練乳感を楽しめる品質にリニューアル。真っ白な練乳入りホワイトチョコガナッシュをスイートチョコレートで包みました。ミルキーのイメージを生かした真っ赤なリボンが目を引く可愛らしいパッケージもポイントです。こちらのミルキートリュフは5粒入り、10粒入りをご用意しておりますので、用途に合わせてお買い求めください。ミルキートリュフは1階富士屋でお買い求めいただけます。続いては富士屋のお隣、1階パティスリー一流からのご紹介です。パティスリー一流はお客様の幸福シーンのお手伝いを喜びとし、魅力ある美味しいお菓子を提供し続け、家族団らんの微笑みを作るお店です。パティスリー一流からはこちらをご紹介、ハートボックスです。チョコレートで作ったハート型の容器に6粒のトリュフが入った毎年人気のハートボックス、甘くて楽しい贈り物です。とっても可愛くってハートがウキウキしてきますね。もちろん器も食べられますよ。ハートボックスは1階パティスリー一流でお買い求めいただけます。お次はこちらのお店から、1階カルディコーヒーファームです。こだわりのオリジナルコーヒー豆30種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各国の珍しい食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどが所狭しと並んでいます。店頭でサービスをしているオリジナルブレンドのコーヒーを飲みながら、世界の食材巡りの旅をお楽しみください。カルディコーヒーファームからご紹介するのがこちらのカバルニートリュフココアです。ベルギー有数のチョコレートブランド、ガバルニーのトリュフ、口どけが滑らかなガナッシュがポイント。ココア味の他にも後味爽やかなオレンジ味、洋酒の香りが漂うシャンパーニュと種類も豊富です。一粒が大きく20粒ほど入っているので、プレゼントだけでなく自分へのご褒美にもおすすめですよ。ガバルニートリュフココアは1回カルディコーヒーファームでお買い求めいただけます。最後にご紹介するのはチョコレートといえばこちらのお店、1階ゴディバです。ベルギーを代表する高級チョコレートブランド、プラリネやトリュフといった定番コレクションをはじめ、季節限定のコレクションや焼き菓子、アイスクリーム、チョコレートドリンクのショコリキサーなど、上質で味わい深いチョコレート製品を展開しております。ゴディバからのおすすめがこちらのベルジアンフェイバリットアソートメントです。今年のバレンタインは妖精の贈り物のようなギフトコレクション。ゴディバ発祥の地ベルギーで長く愛されているチョコレートと、妖精が食べるような可愛らしいケーキをイメージしたゴディバフェアリーケークコレクションの限定チョコレートを詰め合わせました。贈る人も贈られる人も笑顔で時間と心がつながって、華やかな香りと柔らかな口どけが夢の世界へ誘います。まるで革のキルトのような贅沢で高級感のあるパッケージですね。この他にもバレンタインギフトが盛りだくさんだそうですよ。楽しみですね。ベルジアンフェイバリットアソートメントは1階ゴディバでお買い求めいただけます。今回はバレンタイン特集をテーマにお届けしました。どれも贈られたら嬉しいアイテムばかりでしたね。
ジメタウン久留米で素敵なバレンタインの贈り物を選んでください。お買い得情報を盛りだくさんでお届けする週刊夢久留プレス、次回もお楽しみに。